WWS チャンネルをご覧の皆さん、キュハルです。いや、25年なので、まあ25周年デビュー日にね、みんなと皆さんと一緒にこう存在できててよかったなと、皆さんの前に存在できていてよかったなっていう感じですね。もう本当、まあ、月並みですけど、まあ、ありがとうという、感じですね、はい。あんま25周年ってもあるし、そのこ、まあ、リプレイっていうライブなので、まあ、この東京、大阪、名古屋は、まあ、若干今日も やったやつがあって、大阪も名古屋もちょっとずつこう変えていくという感じ、まあ、原点回帰というか、まあわかんないけど、なんとなくやろうっていうことになりましたね、はい、そうですね。まあなんでしょうか、年齢にある意味に年齢に似合うというか、音楽を、まあ、鳴らしているアーティスト、ミュージシャンですね。まああとはファンの人に可愛がられるというか、ねぎらってもらえるミュージシャンを目指そうかなっていうのがあるのと、まあ、あとはまあモーリーさんのようになれたらいいかなと思いますね、はい。頑張るんですけど、まあまあ25周年始まったので、まあ MC でも言ったんですけど、その名古屋で何らかお知らせというか、初披露というか、ができたらいいなというのがありますね。ネットというか SNS とかではまだそういういろんな情報、まあ音とか流せるのはまだ先の話なので、名古屋で、まあ、最終日で とりあえず聞いてくれっていう、まあ演奏はしないですけど、まあ今録音しているものは聞かせたらいいのと、まあ多少のお知らせがあるんじゃないかなっていうのと、多少というか、まあお知らせがあるんじゃないかなって、これからのね、です。特に元気で頑張ります、はい。まあ、ファンの人、今日 MC で言ったんですけどね、こんなに長く付き合ってて急に捨てないでねって、まあ愛を込めて思いますかね、